Miss Annapurna 2010 マヘアマンに三日平尾ソレムさん登場してくださいました。早速ご紹介させていただきましょう。ハワイ州オアフ島生まれオアフ島育ちのマヘアマニ・ミカ・ヒラオ・ソレムさんはミカ先生と呼ばれているそうです。日本とハワイアンとスウェーデン人の血筋を引く3人姉妹の末っ子でいらっしゃいます。4歳からフラを始め、2010年には先ほどもお伝えしましたフラ界のオリンピックとも言われています最も権威のある大会メリーモナークフラフェスティバルにて2010年度ミスアロハフラに輝きました。現在は日本をはじめ世界各国でハワイ文化の指導に当たっていらっしゃいます。明るく前向きで愛あふれるキャラクターと美しい舞は多くのファンを魅了し続けています。さあそれでは早速2曲目を披露いたしましょう。どうぞ皆様大きな口でお迎えください。